中年オタッキーです。ちょっと連休になりまして、いつものトラックの中でなくちょっと汚い自宅の部屋からになるんですけどもね、今日はね、以前も紹介したんですけども、これ、いただいたカメラですね、マミヤの RB67 プロ S っていうね、カメラでね写真を撮ってきまして、それがね、仕上がってまいりましたので、今日はその写真をね、作例を紹介しながらこのカメラを紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、このねマミヤの RB67 プロ S なんですけどもね、視聴者様ね、ちょっと匿名になるんですけどもね、いただきました。本当にあれ、こんなね素晴らしい貴重なカメラね、これ高いですよね。もうね幸せいっぱいなんですけども、この RB67 プロ S なんですけども、発売はね1974年になるみたいですね。マミヤの RB67 シリーズは、RB67 プロが1970年に発売、74年にプロ S、1990年に、RB67 プロ SD っていうモデルも発売になってるみたいです。現状で売ってるのかな、これもしかして。特徴的なのがね、センサーサイズっていうかフィルムサイズですね、6センチ×7センチということで、通常のね、一眼レフカメラとか、まあフルサイズって言われるサイズが、24×36 っていうサイズになりますね。で、これはね 60×70 っていうことで、これねの、仕上がってきたネガなんですけど、ものすごくでかいんでね、このネガを見てね、画像が分かっちゃうぐらいなんですよ。でかいんでね、ブローニーサイズ、120サイズのフィルムを使うんですけども、そのブローニー1本で10枚しか写真は撮れません。なかなかね、リッチなカメラになりますね。でセンサーがでかいということで背景ボケもよく出ますしね。でこれ標準レンズがこれなんですけども、これ今ついてるのがね 90mm で標準レンズなんですね。でこの標準レンズをつけてね、これウエストレベルファインダーでね、ここでピントを合わせてね、撮るんですけどね、ルーペを使いながらねピントを合わせてね、もうとにかくねピントがものすごくシビアです。焦点距離が長いです。センサーサイズがでかいんで、背景ボケっていうかピンボケになりやすいんでね、ものすごく気を使いますし、とにかくいろいろとね、他のカメラとね違うところもありまして、結構ね面白いところもあったし大変なところもあって、何よりね重たいんで、まあ、これ本来ねその手持ちで撮るようなカメラじゃないんですよね。スタジオ撮影とかでね三脚で構えたり、あとはそうですね集合写真とかでね、屋外でも集合写真とかで三脚で構えて撮るようなカメラなんですけども、僕はもうこのストラップをつけてね、歩きながらねこのクソでかいカメラでねお散歩写真を、ね、撮ったんですね。それでですね作例を撮ってきたんですけれども、スマホどこ行った、見るに耐えれる写真がだいたい8枚ほどになってきたんで、それを紹介するんですけれどもね、まあ見ていただければわかるんですけど、これねものすごく圧縮してます。この画像もうね100分の1ぐらいに圧縮されてます。それでこれなんですね。これね、まあパソコンのモニターで見てるときはねもうフルサイズデジタルなんか鼻くそだっていうぐらいの高画質です。もうめちゃめちゃね、もう動画にしちゃうとねめちゃくちゃ圧縮されちゃうんで、まあ、こんなに、ね、なってしまうんですけど、それでもこう分かるんじゃないかな、もうこの圧倒的な立体感、高精細。これね天気がちょっと微妙だったんですけどもね、それでもこれだけの写真になっています。
で、レンズも秀逸ですね。一番最後の写真なんかは、太陽直接、薄曇りだったんですけど、太陽の光が直接レンズに入り込むような状況だったんですけどね、何もね、コントラスト崩れもなくね、綺麗に写真撮れました。で、このカメラね、いろいろ面白いところがあるんですね。まず一眼レフカメラなのにレンズシャッターなんですよ。もう意味がわからんと思いますけど、お見せしましょうか。見せれるかな。これね、よ。今チカって光ったの見えました。よいしょ。これね、巻き上げるとこの中にミラーが出てきて、レンズ側の方が見えなくなって、これでシャッター幕が開くんですね。で、シャッターボタンを押すと、ミラーが上がるんですけど、ミラーが上がってシャッターが閉じるんですね、一旦。で、閉じてもう一遍開いて閉じるっていうね、ややこしいシステムになってます。なんて言ったらいいんだろうな。なんでこんなシステムにしたのかよくわからないんですけども、要はここにシャッター幕を作りたくなかったんでしょうね。うん。で、普通の一眼レフだと、まあ、ここにシャッター幕があるわけじゃないですか。で、ミラーが下がってて、写真を撮るときはミラーが上がって、シャッター幕がバシャって動いて、で、クイックリターンでミラーが降りてくると。でもこのカメラは、通常ミラーが降りてて、シャッター幕はレンズ側にあるんですね。で、写真を撮るときは、ピント合わせするときは、その、シャッター幕が開いてないと、ファインダーに像が出ないんで、開いてるんですよね。で、シャッターボタンを押すとミラーが上がるんですけど、そのタイミングで、シャッター幕が開いてると、シャッター速度がおかしくなるじゃないですか。だから一旦シャッター幕が閉じるんですね。ミラーが上がってシャッター幕が閉じて、で、シャッター幕はシャッタースピードなしで開いて閉じて、で、真っ暗になると。で、ファインダー像も消えてしまうんですね。で、巻き上げることによって、ミラーが降りてきてまたファインダー像が復活するというね、非常にややこしいシステムを取ってあります。これちょっともうフィルム入ってるんですけど、今チェンジングバックフィルム入ってるんですけど、今モノクロフィルムが入ってますけどね、今度はモノクロで撮ろうと思ってるんですけど、とにかくね、もう圧倒的な画質で撮れるんでね、ちゃんと虜になってます。で、まあね、いろんな面白い構造、まあ、レンズにね、シャッターがついてるんですけど、レンズ交換式なんですね。よいしょ。だから、まあ今これね、レンズを外しまして、ね、これミラーが、ファインダーにつながってる状態ですけどね。要は、見えますかね、今、シャッター幕が開きっぱなしになってるんですね。絞り幕も開きっぱなしになってで、お気づきと思うんですけど、レンズにシャッターがついているんでね、レンズごとにシャッターユニットがあるんですよ。シャッターユニットごとレンズを交換するというね、もうカルチャーショックを受けるようなカメラですよね。マウントはね、キャノン FD と同じスピゴットマウントになります。重たいレンズをつけるんでね、バイオネットマウントでは無理だと思いますね。バイオネットマウントっていうのはね、取り付け取り外しがしやすいんですけども、レンズ自重の重さに非常に弱いっていうね、ことになってます。スピゴットマウントの方が実はね、マウントは強化なんですよ。まあ、ファインダーなんですけど、これ、一応ね、ウエストレベルのファインダーなんですけども、プリズムファインダーもあるんですね。で、ヤフオクで狙ったんですけどもね、ものすごい値段になっていて、ちょっと到底かなわない。ということで、全敗しました。まあ、これでも撮れるんですけど、持ち歩くんだったらやっぱね、ちょっとプリズムファインダーの方がいいかなと思ったんですけどね、買えないものは仕方がないです。でね、まあ、写真、作例見ていただければ分かったと思うんですけど、とにかくもう画質は圧倒的なんですね。多分ね、もう、α7R4 だろうが、EOSR5 だろうが、へでもないと思うんですよね。まあ、なんて言ったってね、その、フィルムのサイズがね、フルサイズの約4倍なんですね。4倍のサイズで撮れてると、まあ、圧倒的な画質。これ、フィルムスキャンで取り込んだんですけど、1枚のファイルサイズが、
ローでもないのにね、35メガバイトとかね、もう恐ろしいサイズになっちゃって、まあ、スマホに転送して僕は編集するんですけど、転送するのもね、最近、我が家光回線になって高速化したにもかかわらずね、随分時間かかりました。8枚ね、8枚スマホに転送したんですけど、8枚転送するのにどのぐらいかかったかな、結構時間かかりましたよ。まあね、センサーというかフィルムサイズがでかいということで、レンズもね、秀逸。二眼レフカメラとかだったらね、3枚玉とか4枚玉ってするけど、これ何枚玉になるんだろう、ちょっとレンズの構成は見てないんですけどね。こんなね、ね、中盤カメラでね、こんないい、カメラを扱うのがちょっと初めてだったんでね、すごいカルチャーショックを受けてます。中盤カメラね、最近なんかちょっと流行ってきてるみたいで、バケペンと言われるね、ペンタックスの645とか、そのシリーズですね。マミヤもそうですけど、マミヤも645あるんですよね。645、67、まあ、RZ67 とかもありますけど、でオプションでね、これね、いろいろ交換できるんですよ。これね、フィルムバッグがこう外せるんですけど、この取り外して、取り付け替えることをその利用してね、デジタルのフィルムバッグも出てますし、645サイズのね、フィルムバッグも出てます。645サイズはね、ちょっと買ってみようかなって思ったりもしてるんですけど、まあまあの値段してるんで、ちょっと躊躇してますね。まあ、このカメラは一応67で撮ってなんぼなんで、645で撮ってもしょうがないのかなとも思ったりもしますけど、645で撮るとやっぱり16枚撮れるんでね、より多く楽しめるという部分もあってね、ちょっと考え中ですね。まあ、そもそも、フィルム何本撮ったらペイできるかなとか、そういう考えも貧乏症なんでやってしまうんですけどね。はい、今日はね、マミヤのね、RB67 で写真撮ってきました。で、ね、リバーサルフィルムもね、期限切れですけど購入しましたし、で、モノクロフィルムもね、ちょっと2種類、購入したんで、今後ちょっとね、マミヤ RB67 で撮った写真がちょいちょい出てくるかもしんないんですけど、なんせ時間かかります。何が時間かかるかというと、現像がものすごい時間かかるんですよ。徳島の北村さんでね、預かるとね、2週間、仕上がりまで2週間ぐらいかかってしまうんですね。まあ、高松のラボが閉鎖になったということで、東京のラボまで転送してなんか現像するらしくて、すごく時間がかかるんで、モノクロはね、自分で現像できる体制を整えましたから、モノクロで撮ったらすぐにアップできるかな。まあそんな感じになっていきます。今日のカメラ紹介はこんな感じです。ここから先は、視聴者様の作品のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品のコーナーになってまいりますね。トップバッターが、ケイジローさんの作品ですね。タイトルが、夏の朝の顔。カメラニコン F2 フォトミック。レンズがニコール HO と、85mmF1.8。いいレンズですね。フィルムがね、フジクロームプロビア100。ということですね。この写真なんですけども、素晴らしいディテール、もう恐ろしいぐらいのドンピシャのね、ピンジャスピンですね。光の具合もね、これいい感じですね。柔らかい光が差し込んでおりまして、この写真ね、次回からね、タイトル画面にさせていただきますね。ケイジローさん、投稿ありがとうございます。素晴らしい作品だと思います。次はね、サムライジャパンさんの作品。2枚かな？2枚かな？すいません。カフェの一角っていうことでね、オリンパス 35ED フジクロームベルビア100ということですね。もう一枚ね、現れたクラウン、かっこ道化してくるね。カメラ、フィルムは同じオリンパス 35ED のフジベルビア100ということですね。写真なんですけど、これ屋内の作品なんですけども、
ベルビアで撮られているということで、これ補正とかはしてないんで被ってるんだと思うんですけどね、面白い色で仕上がってますね。だいたいね、リバーサルフィルムを屋内で撮った場合はね、色温度が上がっちゃったり、周りの環境の、ね、色が被ったりするんですけどもね、あの2枚ともね、ちょっと暖かい色にね映ってて面白い作品になっております。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、1都市9さんの作品が2枚、ね、1枚目が漁船、2枚目が漁港ということでね、カメラはね、1枚目がニコン F80D、AFS ニッコール 28300G、コダックゴールド200、2枚目がね、ニコン F フォトミック、で、オート 50mm F1.4、ケントメア100ということですね。2枚ともね、海辺の写真なんですけどもね、1枚目は構図的にはちょっと中途半端ですけど、雰囲気はすごくいい写真になってますね。2枚目はこれ、ね、結構好きですね。この写真結構好きですが、やはり粒子が結構荒れてますね。この間と同じですごく粒子が荒れてるのが気になります。これケントメ100ですよね。こんなに荒れるんだな、うん、なんでだろう。よくわからないですけどね。1と19さんありがとうございます。次の投稿はね、富士ヘアブログさんですかね。あ、これは違うな、これは俺のカメラへの投稿だ。俺のカメラの投稿は中年オタッキー2の方にお願いしますね、すいません。ね、シメイエンさんの作品いきますね。ね、これかな。モノレールと地方主要都市、2枚目が、水の都を縫う電車ということで、カメラ1枚目がね、キャノン AE1、 レンズ FD50mmF1.4、 フィルムがオリエンタルニューシーガル100、2枚目がね、カメラニコン D5600、 レンズ AFP-DX ニコル 1855F3.5 から 5.6GVR ということですね。1枚目なんですけどもね、これ、フィルムがね、100でね、F9 ぐらいまで絞って長時間録画っていうことですね。ちょっとね、中間色っぽくなってるんですけども、光がね、ヘッドライトの光が流れていい感じには撮られておりますね。2枚目はね、デジタル写真ということで、ね、やっぱ黒バシッと締まって、F10 で、シャッター速度が30秒、ISO100 ということですね。これ本当にね、電車のね、通過してるこういう写真ですけどもね、もう一直線に流れるように写っておりますね。夜の写真ね、僕結構苦手なんですけどもね、綺麗に撮れておりますね。素晴らしいと思います。シメイエンさんありがとうございます。次がね、時神さんの作品ですね。タイトルがね、1枚目が廃墟の仏、2枚目がね、希望の光ということ。あ、これ前回のだ、ごめんなさい。1枚目がね、見ている点点点、2枚目が異次元通路移動中ということですね。各写真ともカメラペンタックス、P30N、 フィルムはね、モノクロのイルフォード XP2 スーパー400、C41 現像の、フィルムですね。レンズがね、 SMC ペンタックス M50mmF1.4、 絞りは F8 で撮影。フィルム現像時にショップでデータ化してもらったらセピア風になってしまいました。確かにね、今写真見てますけど、本当にセピア調ですね。なんでだろう。XP2 パーね、ちょっと確かにね、ややセピア調に仕上がる傾向にあるんですけどもね、よりセピアになってますね。2枚ともね、そのセピア調も手伝って面白い写真になっております。特にこれ2枚目は好きですね。もうちょっとセンターから撮ったらよかったんでしょうけど、まあ危険ということもありますんで、難しいところではありますね。はい、時神さんありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。次はね、今ちょっと言っちゃいましたけど、俺のカメラのコーナーになっております。はい、俺のカメラのコーナー、ヒロヘアブログさんからの俺のカメラですね。ニコン F3 ハイパーモード、勝手に名付けましたということですね。モードラ MK1 SB12、
MF14、とりあえず付けられるパーツを付けてみました。ガンダムと並べたら面白いかもと思って並べてみましたということなんですけどもね、これ広角レンズでね近寄って、ちょっとローアングルで撮ったことによってね、あの巨大に映って、もともと巨大なカメラなんですけどもね、メカメカしさも手伝ってね、ガンダムとね並んで撮ってるの、これ RX78-2 ですね、並んで撮って面白い写真になってますね。これこのモードラのねグリップのところに何か文字が書いてあるの、これ自分で書いたんでしょうね、これ削って落としたのかな、面白いことになってますね。これはおしゃれだな。賛否両論はあるでしょうけどね、多分ねニコン F3 を愛する人はこんなこと仕上がってみたいな人ももしかしたらいいかもしれないですけど、これおしゃれでいいと思いますね。はい、これ重たいカメラですね。これレンズは標準ですけど、これにね望遠レンズとか第三元形をねつけるとどういうことになるんでしょうね。結構体力がいるカメラになるでしょうね。はい、ヒロヘアブログさんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになっております。チャンネル登録者数が2880名を突破しまして、あと120人で、カメラプレゼントが開始になるということなんですけども、今回はね、このカメラをプレゼントする予定でいます。これキヤノン FT なんですけど、レンズはちょっとねこれ違うレンズなんですけど、50mmF1.8 をお付けするバリモンドレンズをつけて、カメラプレゼントする予定なんですけども、あと1ヶ月ぐらいでおそらく3000名を超えてくるということで、そろそろねテスト撮影しなきゃいけない。これあのまだ試写してないんでね、露出系までね完全に動いてあるんでね、今度のねカメラプレゼントはなかなか、いいものになってくると思います。値段的にはね知れてるんですけど、ちゃんと動くね、フルメカニカルカメラということで、結構貴重なものをプレゼントすることになると思います。はい、そんなわけでねチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、この動画ね、コメント高評価に支えられております。コメントの方ねようやく追いつきましたもうね仕事が忙しいということもあってダダ遅れになってたんですけどね。で高評価の方はねもうポチッと押すだけなんでね、ぜひともお願いします。励みにもなりますしね。で最近ね何ですか、おすすめ動画のクリック率が劇的に向上しているということで、おすすめに上がりやすくなったということでね、視聴回数も伸びております。なんかね、ぐんぐん伸びててね、自分としてはね、逆に不安を感じていますね。プロカメラマンの人もねすごくたくさん見ている、みたいでね、僕の動画ねもっとねクオリティを上げていかなきゃいけないなってね、プレッシャーにもね駆られておりますね。でここのところねその天候が悪いっていうのもありますし、そのプレッシャーの原因もありまして、撮影がねうまいこと言ってないです。ちょっとネタがね、次のネタは多分ねキヤノン F1 の試写の作例紹介になっていくと思うんですけど、その次がちょっと繋がっていかないんで苦しんでおります。この連休でね多分家族サービスばっかりになるんでね、実は仕事をしてる方が写真たくさん撮れるというね、ジレンマを抱えておりますけど、まあ頑張ってね、なんかネタを作ってね動画を作ってまいりますので、これからもよろしくお願いします。今日の動画はここまで、それでは次回の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さようなら。